ギアネームプーさん、ラケットはインナーホース ALC、 フォアがディグニクス05、バックが強評、良ければもう両面ラバーが死んでいるので変えてくれるのであれば変えてほしいですってことでした。いや確かにラケット張り替えの動画出してるけども、自分でやれ。ちょっとごめんなさいね、深刻な相談があってさ、インナーホースって私のパソコンで打つとあのイーロンって変換されるんですよね。ちょっとこれ誰か原因知らない？すごいからイーロンマスクがチラチラ覗いてくんのよ。ちょっとこの動画見てて。ね？これは何？別に俺イーロンマスク大好きじゃないよ、別に嫌いでもないし、なんでチラチラ覗いてくんのよイーロンマスクが。ギアネームくまたくさん、ラケットは張本智和インナーホース ALC、 フォアがディグニクス80、バックがディグニクス 09C、 しばらくこのラケットで頑張りたいと思いますってことでした。めちゃくちゃ綺麗な状態だからこれ絶対買ってすぐだよね。わかるわ、テンション上がるの。でもこっからラケットが汚くなってくのも自分の努力の証の感じがして味あっていいのよ。ギアネーム清流さん、ラケットはビスカリア、フォアがテナジー05、バックがハイブリッド K3、 重さ 190g で僕は軽すぎると早く振りすぎてタイミングが合わなかったのであえて重くしてちょうどよくしている感じです。最近張り替えたのですが、張り替えて少ししたぐらいにゴブリンズのシュップさんが同じラバーをおすすめして驚きましたということでした。2022年12月に応募が来てる。まあね、ここ数年は気絶してたみたいな数年でしたからね、多めに見てやってください、私のことを。こういうやつなんですよ、友達にちゃんと面と向かって社会不適合者って言われるんでね、温かい目で見てやってください私を。そしてもう見てくれてないであろう清流さんの人生も応援しております。ギアネームはるくんさん、ラケットはリンホース HC、 フォアは強評ネオ3、バックはタキネスドライブ。丸風さんこんにちは、中3引退したての用具です。僕はめっちゃ硬いラケットが好きで中2の頃から使っています。ただ引退してからラバーを変えたので多分今の自分の用具には合っていないような気がしますということでした。微笑ましいね。中学生から来ました。見てください、こちらの送ってきてくれた日時、2022年10月28日。君もうすぐ大学受験か？本当に申し訳ない。ギアネーム仲良し二人組さん、ラケットはスワット、フォアがラクザセブンソフトの特圧、バックはエクステンド HS 特圧。僕は友達と一緒に選んでラケットをスワットにしました。フォア面は柔らかめのラクザのソフトにしました。バックは少し苦手なので顧問の先生から言われたのにしました。八坂ファンでシューズも靴下も八坂ですということでした。シューズ八坂って結構珍しいんじゃないですかね。めっちゃコスパいいやつですよね。今見てみたらだいたい6000円ぐらいで買えるんで、他社で買うよりも安いよね。ラバー1枚ぐらいの値段で靴買えるって、いいね。ギアネームリンさん、ラケットはティモボル ALC、 フォアがブルーストーム Z1 ターボ、バックがオメガ V ヨーロッパ。部活を引退してもうすぐ5ヶ月が経ち、大学受験勉強で運動不足のため今まで使っていたラケットが振れなくなっていたので弾みを求めてこの組み合わせにしましたということでした。この人ちょっと前に読まなかったかね、口がまだねこのリンさんっていうのを覚えてる気がするね。この回の時だっていうのが分かる、マイギアガチ勢の方いらっしゃったらコメントをお願いします。感覚的な話になっちゃうんですけど、ブルーストームってボールがスポンジにしっかりと引っかかりやすいというか、いや本当に説明しにくいんですけど、ちゃんとボールを捕まえてくれる感覚があるんですよね。だからこそ柔らかいラケットを使うと食い込みすぎて逆に使いにくかった覚えがありますね。リンさんの場合はティモボル ALC で固めなんで、これはバランスが整ってて良さそうです。ギアネーム田中、異質が嫌いな人さん、ラケットはファンジェンドンスーパー ALC、 フォアが強評小チーム用ブルースポンジ、バックがファスターク G1。 最近強評ブルースポンジに移行して、前までは日卓製の強評を使っていたのですが全然弾まず使いづらく、強評についてネットで調べていたら偶然強評ブルースポンジが目に入ったので、これはいいのではと思い買って頑張って使っています。バックの G1 はもともと C1 を使っていたのですが、もう少しレベルを上げようと思い G1 にしました。ラケットは強評に合うラケットを探していて、偶然スーパー ALC が使いやすかったのでこのラケットにしましたということでした。いや病気のリラックマ、苔が生えたクマモン、コケモン、いやいや可愛いけどね、こういうキャラクター好きだからこそなんだけども、見たことないねこの緑のクマ、めっちゃ可愛い可愛いんだけど何のキャラクターだろうね。ファンジェンドンに強評っていう、もうこの組み合わせ使ってたらファンジェンドンと同一人物といって過言ではないです。ぜひ自分のことをファンジェンドンだと名乗ってこれから生活していってください。友達
減ると思います。バックに G1 は完全にバックが上手い人が貼ってるラバーなんで、かなり上級者の匂いがプンプンする方でした。ギアネームトッチーさん、ラケットは張本智和インナーホース ALC、 フォアバックともにディグニクス05、インナーラケットに固めのディグニクスを貼って使っています。自分は固めのラバーが好きで、ディグを使ってみたらめっちゃあったので、個人的に好きな組み合わせです。ぶっ飛ぶので扱えない時もありますけども、バックに 09C などを使ってみるのもいいのかなと思いました。粒と表が大の苦手です。これからも練習頑張りたいと思います、ということでした。こちらも美しいラケットが来ましたね。マイギアやってるとかなりの確率でディグニクスとか高いラケット使ってる方来るんで、ちょっと麻痺してるんですけど、卓球してる人が全員高い用具使ってるわけじゃないよね。マイギアに送ってくれてるぐらいなんで、相当卓球好きだし、旧機用具の鬼なんですかね。本当はどの用具使ってる方が多いのかアンケートとか取りたいけど、絶対そのアンケート送ってくる人も用具の鬼だもんね。そのアンケート無意味だよね。綺麗なラケットのトチさんでした。ギアネーム丸風、寿司をおごってくれてもえんやでさん、ラケットはラティカ、フォアはラザンタ R48 ウルトラマックス、バックはファスターク G1 のマックス、フォア面は前までファスターク G1 しか使わなかったんですけど、謎に下回転打ちが安定しなくなり、友達から R48 を借りて打ってみるとめっちゃ使いやすかったので使い始めました。バック面は G1 を見つけてから変えてなくて、それほど使いやすいと感じずっと使っています。両面一番分厚いのでラケットがとても重いです。あと粒高使いの人には申し訳ないんですけども、粒高ってラバーいります？粒高使ってる友達と前対決した時、ネットイン4連続とかされて、挙句の果てに自分のサーブを全部粒高で返してくるやつで、普通に萎えたんで粒高使うのやめてくれ、ということでした。僕バック表なんですけど、高校の時の必殺技がネットインとエッジボールでしたね。他は何にもできなかった。なのに粒高が嫌いって言ってるんですけど、あいつ表ソフトでネットインとかしてくるから気をつけろよとかね、他校から要警戒人物だったかどうかは知りません。それはいいとして、友達が使ってる用具を一旦使ってみるってのはすごくいいことですよね。私も友達がインナーホース ZLF を使ってて、ちょっと打たしてもらったら、もう1球目でこれ買おうってなりましたね。なんかわかんないけども、手に響く感じが好みでした。友達の一旦打たしてもらうっていうのは運命の出会いができるのかもしれません。ギアネーム、12年後に娘に結婚を迫ってくる友人を何とかしたいさん。怖。ラケットはダーカー、世界の木材シリーズナンバー18、かっこ現在廃盤なのか調べても出てこないです。フォアは強氷ブルースポンジの特厚、バックは天王星の中、もともとウォールナットの木目が美しい観賞用のラケットとして販売されていました。柔らかいヒノキではなく硬いウォールナットの単板です。板が歪んでいるのと、重量がラケットだけで160g ほどだったので、販売者も競技用ではないと宣言していたラケットですが、単板おもらけ好きのために即決で買いました。板の歪みはネットで調べてスチームアイロンで矯正、重さは筋トレと慣れで解決させました。 JTTA マークは追加料金でつけていただきました。グリップも購入当時はフレアでしたが、相当太かったので削って、当時気になっていたアナトミック風に仕上げ振りやすくしました。購入当初は少し振り回されることもありましたが、1年以上経って今では全く気にならなくなりました。ラバーについては表面が硬いので粘着や表とも相性が良く、総重量 256g なのでブロック、カウンターがめちゃくちゃ安定します。厚さ 10mm の単板なので反発力もあり、表でも中陣から盛り返したりできますし、重さのためか見た目の割に球が切れていて、サーブが下とバレていても落としてもらえます。フォア側のモールドは多分サーブを出す時にラケットが落とさないよう力が入ったのか削れました、ということでした。最初台本を作る時、画像だけ見て採用したので、めちゃくちゃ強く握る人で、ここまでグリップが変形した人なのかなと思いましたね。たまにいるじゃないですか、グリップが変形してる人。これ珍しいなと思ったら削ってる方でしたね。ただ強氷も手でかなり削れてるので、もしかしたらグリップもかなり強く握ってて変形してるのかもしれませんね。マイギアは説明欄の応募フォームからいつでも募集しています。明日の卓球部での話題や用具選びの参考になれば嬉しいです。それではバイチャイチャイ。